おい、こっちだ、ナルト。僕に落ち着いてるじゃないか。言われたしな。言うことねえよ。もう心配ねえ。たとえ俺がいなくなっても。確かに。聞いてねえぞ。お前が寝ている間に、あらん世間話さ。そうなのかよ。違ってどんどん成長してやがる。まるでお前の兄貴がいるしな。俺も、俺のそばにはお前がいてくれた。ふん。と一緒なんだしな。何感傷に浸ってんだ。お前らしくな、憎しみの塊だった。生まれたわ。お前の感情と高ぶりとともにも。怖がられもしたけど、それと同じくらい。九尾だ八尾だと、俺たち美獣、お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでる。あの時は本当に嬉しかったな、わしな。最後にわしとお前で文字通りに。家のうちにってな。って。あれで本当に楽しかったぜ。俺もお前とは生まれた時から一度だって離れたこと。言っとくが、わしはお前が死ぬなんてことは一言も言っとらん。あ、何言ってる。もしかして。言ってればお前は躊躇しただろう。いや、そういうめんどくせえ野郎だ、お前は。だんなると、美獣のチャクラが消えるだけだ。ちょっと待て。お前じゃない。そんな目で見るな。そういうとこがめんどくせえんだ。わしはもう行くが、気ぃつけろよ。な。クラマ。行かないでくれ。